ドラが孤立総ずれ一面図です、うん、まあツモ次第じゃないでしょうかね、うん、想像がねうまく引いてこれとは一気通貫も望めますしね、うんはい、なんちゃら文豪愛です。おちゃんと一平高校大物ってのチャンスか、シャーチャが水口美香、トンが、うん、ドイツ、そしてペイチャに茅森さやかです。今ドラを引きました、うん、この4人なんですが2つの因縁があります。1つは、はい、文豪対茅森、2015年春の女流プロ代表決定戦で、おいい形になっています文豪、すでに6万点持ってる断然のトップから1万8000陳逸を茅森から直撃して、さらにリードを盤石に広げてトータル13万オーバーというセットを、はい、作ったという因縁があります、うん、もう一つ水口と高橋は一昨年の女流プレミアトーナメント優勝水口、準優勝高橋優希です。この時はオーラストップは高橋だったんですが水口に逆転負けを食らいました。その2種の因縁がぶつかる今年のプレミアトーナメント決勝戦です。文吾さんがチャンスですね、うん、チャンスで、はい、ローピン、この後の文吾、はい、今日が誕生日。ただ先手にこだわりましたねこの曲はね、なんか両ピン残して両蔵から切りそうですけどもね、両ピンにくっつくとねちゃんと3色までありますから。そうですね、ただここはペイがあんこになっても両蔵あんこになっても OK ってことですよね、ドラートイツ。トーン仕掛けました水口です、1枚目から動いていきました、はい、本位置まで行きましたね、はい、水口は比較的風呂率が高めです、うん、21点差って多分すごいですよね、うん、そうですね、まあまあ、あのネットマージャンとかだとね、もっと高かったりもしますけれども、はい、うん、こういう一発勝負という、うん、まあ一発勝負だからっていうよりは、うん、あの相手次第のところも結構大きいんじゃないですかね。なるほど、アンタイペンゴイーシャンテンの文語です。だから例えばねこれあの水口さん今本位置行きましたけれども、はい、相手ももっとスピード感のあるというか、うん、スピード大事にする人たちだと、うんうんうん、本位置に行かなかったかもしれない、ね、そこは相手を見てという、はい、ことですね、うん、ブーピンがこうじわじわっと伸びてきました高橋、うん、ただ形はいいと思いますね、うん、9ピン切ってるんですよね、2枚切れです。あしかも下茶がピンズなんですね、うん、難しいですね、うん、確かに守備的に行くならね、うん、パワー1キューバン、うんね、ただパワー1キューバン、これでイーシャンテンです水口、茅森さんもねドラ1で、うん、関連層引くと行きたいんですけれどもね、うん、チューンがね、だからあれですよね、ペン3ピン残したままチューンを打っていいのかどうかっていう判断でしたよ ね、 そ、 ね、はい、そこを残したままチューンを切ってポンって言われると分が悪すぎるっていうことですよね、うん、なのでこの茅森はまだチューンを抱えたままです、うん、戦える形になってから切るってことですかね、うん、はい、文吾さんとかピンズしか来ないですね。あ忘れピンった。そして水口が、両面チー、これで数ピンとチュンのシャンポン待ち、これはテンパれば茅森さんは勝負いきそうですね。そうですね、うん、テンパりだ。これでリーチ、リャンウーバンです。リャンウーバンです、うん、1,2,3 まだ5枚ですか。キューピン引き戻しましたよ。そして文吾が引き戻してイースーソー、うん、これはね振りかぶってリーチって言いたいところですよね、うん、はい、
大きく振りかぶったさトンパツから一つ勝負どころ、うん、これだとちょっと止まりそうですね、うん、まあ、2件になりましたしね。あーどうだー、つかませました。文吾が一発で仕留めました。リーチ一発ピンフシャン、リーチ一発ピンフチャンタドラ1 12000、うん、まず文吾が一歩リード